宇佐美時重、月島軍曹によって歪んだ説。まずはこのシーンをご覧ください。宇佐美が鶴見中尉、いい演技だったと語っていますが、実は明らかにおかしい点があったんです。というのも、月島軍曹の回想時の登場人物はすぐに退場した三島や前山まで描かれていますが、宇佐美が一切出てこないんです。しかも鶴見中尉が爆撃にあった際の救出メンバーにすら宇佐美はいないんです。おかしすぎるんですよ。ここそこから推察するに、宇佐美動けなかったんじゃないでしょうか。そう、実は宇佐美は鶴見中尉が自分の命まで使って腹心にされた月島に心を壊されていたんです。だからせめて自分が上に立てるように、月島軍曹は鶴見中尉分かっていないと言ったんでしょう。ここで宇佐美はみんなに聞こえるように言ったでしょうと語りますが、この視点、宇佐美の視点だったのではないでしょうか。